いよいよ奥村も改心か。これで春も少しは肩の荷が下りたろうよ。のやつはこの時間だぞ。まだ寝てたら遅刻確定だな。そういえば、では君、これだ。はい。今日はここまで。ようやく昼休みか。なあ、
我が輩今日はパンの気分だぞ。君、ちょっといい？あのさ、丸木先生のカウンセリングだけど、もう受けてるよね。そう、ならいいんだけど。知ってると思うけど、丸木先生の任期もうすぐ終わりだから、上からも君にちゃんと受けさせるようにって言われてるし、変に目をつけられないためにも言っておきなさいよ。カウンセリングか。ま、それはさておき、飯だ。パン、パン。あ、先輩、お疲れ様です。はい、元気です。先輩も今からお昼ですか？よかったら一緒にどうです？たまには外で食べようと思って。おや、お揃いだね。あ、丸木先生もどうですか？先輩とお昼食べようって話してて。いいの？それじゃあ混ぜてもらおうかな。吉沢さんのお弁当。そういうもの？動くために必要なんです。食べた分ちゃんと動いて燃やしますし。私から言わせてもらえば、お二人の食事の方が心配です。体作りはまず食から、ちゃんと食べないとダメですよ。そうだね、確かに吉沢さんのは栄養がありそうだ。というより、吉沢さん、雰囲気変わった？はい、ちゃんと気持ち切り替えられたので。なるほど、無理してるわけじゃなさそうだね。すみません、ご心配をおかけしました。いや、とても喜ばしいことだよ。でも驚いたな。問題なければでいいんだけど、何かきっかけはあったの？そうですね、先輩たちのおかげです。考えるきっかけをもらったというか、立ち向かおうって思わせてもらったというか。ですよね、先輩。立ち向かうか。強くなったね、吉沢さん。はい、もう吹っ切れました。話長くなっちゃってすみません。お昼食べましょうか。いただきます。あ、次の授業体育なんでした。私そろそろ失礼しますね。彼女、本当に立ち直ったみたいだね。吉沢さん、この前までずっと思い詰めてるみたいだったからさ、あんなに変わるなんて驚いたよ。回答団に改心でもされたかな。冗談だよ。時間みたいだね。君も教室に帰らないと。それじゃあまた。
先輩が育ててたんだ。もう春でいいよ。季節の変わり目だし模様替えしなきゃと思って。今回のはね、北川雄介プロデュースなの。色のバランスと配置でなんというかわびさびのようなものを加えただけだ。そもそも花を選んだのは春だしな。どうやってもいい花壇になるさ。期待しちゃうわね。モナも植えてもらえば。お前こそこの間まで引きこもってたんだ。ここで光合成してけよ。じゃあ始めよっか。金魚草はあと2ミリ左だろうか。細かっ、変わんないから。つうかさ、流れで打ち上げと学園祭一緒になったじゃん。やっぱ打ち上げは打ち上げでちゃんとやった方がよくね。同感だ。打ち上げは歓迎会も兼ねてのものだし、うちうちで気兼ねないやつをやりたい。じゃあやろうよ、打ち上げ&春の歓迎会。いいよそんな、学園祭だけで十分だよ。主役がそんなだとみんなのテンション下げちまうぜ。それならイブニングパーティーなんていかが。デスティニーランドで。デスティニーランドってあの夢の国の。ちょっと時間は遅くなっちゃうけど、夜からの貸し切りプランがあるし。貸し切り？だって夢の国でしょ。でもうちうちの方がいいでしょ。そうは言ったが。ちょっと確認してくるね。発想がセレブすぎるでしょ。確認つってたけど何の。よかった、なんとかなりそう。デスティニーランド、マジ中にあるレストランとかじゃなくてランドごと。公式に金額載ってるけど一晩でこれとかヤバくね。ああ気を使わないで。もともと会社の親睦会のために申し込んであったのよ。でも秋分で自粛になっちゃって、今からじゃキャンセルしても全額出ていっちゃうから生かそうって思ったの。だがさすがに目立ちすぎないか。表向きは会社の名前だもの、心配しないで。そういうことなら。そうだよな、今日はダブルで盛り上がればいいし。ごめんね、せっかく手伝ってくれてるのに中断させちゃって。再開しよう。で、リアルにいくらかかるわけ。マジか。美味しかったね。料理の盛り付けが絵画のようだった。てかさ、このテーブルとかってわざわざ持ってきてくれたんでしょ。どうせなら景色のいいところでお食事した方がいいかなって。このビップ待遇感動もんだよね。さすが貸し切り。本当に誰もいないよね。私たちは夢の国の支配者だ。あのライティングも私たちに。そうだよ。美しい。お前の方がな。なんてこと言ってんでしょ、世間のカップル。あれでそれ言われたら大概の女子来ちゃうよね。お前の方が綺麗。つーか、さっきからはしゃぎすぎなんだよ。あんただって童心帰りまくりじゃん。双葉がつけろってうるせえから。私言ってない。それっぽいことは言った。もう
そうだけどよ。もう素直。これも夢の国効果？やばい、微笑ましすぎる。本当だったらパレードも見たかったんだけどね。さすがに急な話だったからスタッフさんの都合つかなかったって。それはまた今度かな。つか今回の打ち上げダントツで上がる。マジやべえ。よかった、喜んでもらえて。こいつらに余計な贅沢教えちまったな。次の打ち上げのハードル上がるぜ。もう次の打ち上げの話か。気が早すぎだろ。でもなんだろう、モナちゃんと会ってみんなと知り合えて全部がうまくいってる。なんか怖いくらい。心配しすぎだぜ。今までが今までだったからちょっと臆病になりすぎてるのね、きっと。ごめんね、変なこと言って。てかそろそろ時間じゃない？緊急記者会見。あ、ドンピシャ。お父様。この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は弊社の労働実態につきまして全てをお話しさせていただく所存です。社員に過酷な労働を強要したこと、食材の衛生管理がずさんであったこと、そしてそれらを企業ぐるみで隠蔽したこと、誠に申し訳ございませんでした。社長の指示の上で行われていたと、そう捉えていいんですね。はい、私の不徳のいたすところです。御社の関係者で病気退職された方の数が数十名に上るとか。しかもこれ、御社が海外出店することを断固反対していた役員の方と同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね。まずはここまで間違いありませんよね。はい。これって偶然なんですか？どうなんです？それについては重大な事実の発表があります。いよいよだな。奥村が廃人化の犯人の話をするぞ。実は、奥村さん、なんか様子が変だぞ。シャドウを生かしておけば廃人にはならないんでしょ？そのはずだが。そうだよな。どうした？同じ思い出した。お母さんの時と同じ。これが
廃人化の瞬間ということか。でもだとしたら何のために奥村さんを。くそ、どうなってやがんだ。私あの行ってくるね。後のことは話しておくから、みんなはゆっくりしてて。ハル、マジで俺たちのせいじゃねえよな。そう思うが。歓迎会どころじゃなくなっちゃったね。ハルには後で私から連絡しておく。今日は一旦解散だね。お久しぶりです。何見てるんです？あ、それこれはあくまで仮説だけど、奥村は飼い犬に手を噛まれたんじゃないかしら。怪盗団が奥村を廃人化したと。互いの利害関係が破綻して怪盗団は用なしになった飼い主を見限った。そして証拠隠滅のために奥村を。すみません、実はその件で今日は話があって。証拠でも掴んだ？いえ、もしかしたら犯人は怪盗団ではなく別にいる可能性が。どういうこと？あなたも怪盗団を疑ってたのに。可能性の話です、まだ分かりません。ただ明日奥村邸の家宅捜索を行う予定よ。囚人の校長も改めて洗う手はずが整ってる。何としても証拠を見つける、絶対に。ところであなた。はい。私の PC を盗み見たり勝手にファイルを持ち出したりしてないわよね？いきなり何です？誰かが私のパソコンからデータ転送したような形跡があったの。小さなエラー表示だったんだけど、それに気づいたのが先月あなたと言い合いになった直後なのよ。だからって僕？勘弁してくださいよ。本当に？足で集めた情報がどれだけ重要かは探偵として分かってるつもりです。僕なりにプライドは持ってますから。紗英さんはそういうところ大事にしてくれる人だと思ってました。それは失礼。私のデータを盗んだのは、油断してた。もう誰にも渡さない。奴らを捕らえるのはこの私。のはずだ。そのはずだが。
わかんねえ。廃人化した理由もそうだが、我が輩たちこれからどうすれば。つけておこう。